ゴーカーチャンネル。ゴーカーチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。自動車評論家でもなく YouTuber でもない私ゴーカーが本音で語るゴーカーチャンネルでございます。今日はというか、前回前々回に引き続いてドライブレコーダースマートレコの特集で、事前に視聴者の皆さんにドライブレコーダーについて何か聞きたいことはないですかと、よくわかんないことないですかというようなのを、ちょっとね、こう収録する直前に私も、思いついたものですから、2日間ぐらいしか猶予期間はなかったんですが、でも、視聴者の方から何かご質問が来ましたので、その質問に、答えていただこうという、そういう回にしたいと思います。で、今週の お客様も、株式会社 TCL の田村さんに、お越しいただいて、いろんな疑問に答えていただいていいですか。はい、はい、そんな会にしたいと思いますね。どうぞ今日もよろしくお願いいたしま す。いっぱいね来たんです。そうですね、はい、田村さんも あれでしょツイッターで、スマートレコのツイッター担当もされてて、はい、私のツイッターにもリツイートしてくださったりしたんですが、結構いろいろ来て、さらには、はい、インスタにもアップしましたし、この YouTube の投稿にも使ったんですが、それぞれからいただきましてね、質問じゃないんですが嬉しいコメントが開発者に来てますから、お話ししますと、はい、YouTube の方からは、風賀剛一さん、私ちょうどこの歴代のスマートレコの写真と一緒にアップしたんですが、左下のスマレコっていうのは何のスマレコだったかちょっと忘れちゃったんですけれども、左下のスマレコが妻の308にもついていますと、なかなかコスパ高いですねと嬉しいコメントです。本当にありがとうございますありがとうございます。それから、ツイッターから、マスターさん、アーバン2台 WHSR5101台使ってましたってことは3台も、駐車監視とリアカメラもナイトビジョン対応だとありがたいですと、それ以外はかなりよくできたドライレコだと思いますと書いてますよ。駐車監視とリアカメラもナイトビジョン対応だとありがたい。そうですね、本当にたくさんの機種使っていただきましてありがとうございます。そうですね、ナイトビジョン対応、確かにリアカメラは実はちょっと対応してなかったりするんで、今後もですね、次の機種の次に必ず、搭載したいと思いますのでご期待ください。 ありがとうございますね。今のはどちらかというと質問というよりかも、嬉しいコメントと、要望だったものですから、そのところにしておいて、で今からいろいろご紹介していきたいなと思うんですが、まず、ね、皆さんの質問の前に私が個人的に思っていること、それをいくつか聞いていこうかと思うんですが、いいですかね。はい、どうぞ。はい、まず Q&A の1、なんでスマートレコはカー用品店で売ってないんですか。はい、スマートレコはですね、駐車監視を、前提にした製品になりますので、で製品についているケーブルが、このようなケーブルがついております。でこれをつけていただくんですけれども、これつけるためには非常に車のことをよく知ってないと、いけないものになります、ね、それは結局ピラーの中にはわせたりだとか、ルーフの中にはわせたりとか、あとは電源ケーブルをどこからつなぐかっていう、はい、そこでかなりの電源ケーブルは特にちょっと重要なところになりますので、車のことをよく知っているディーラーさんでのお取り付けをお勧めしております。 なるほど、そういうことですね、はい、国産車とかだと、大体どこのメーカーも同じようなもんなんですかね。そうですね、トヨタだったらもう大体どのトヨタ車も同じようなもんだし、ホンダだったらホンダは大体同じものっていうような感じだけれども、輸入車となるとメーカーもあちこちいっぱいあるし、それぞれ個性があるし、中には多分変わったメーカーなんかは車種によって全然違ったりするのもあるんでしょうね。そういうところからしても安心してつけてもらうように、カー用品店では販売せず、ディーラーもしくはこのホワイトハウスの、オートプラネット名古屋だったらば、すぐ帰っていただくことができるわけですけど、そういうことになっているということですね。じゃあ Q&A の2つ目、まだ私の質問なんですが、どんな車でもつきますか。
そうで、これはフロントガラスがついているお車でしたら、うんうん、あの本体は全てつけれます、ね、あのアタッチメントで、ね、つくわけですね。フロントガラスのない車っていうと、今まで豪華チャンネル取り上げたのは、スリングショットぐらいしかないですから、多分まあ普通の車大体ついてると思うので大丈夫だと思うんですけど、はい、だったら大丈夫ですか？はい、大丈夫です。リアカメラをさつけようと思った場合に、はい、実は私はあの DS3 のカブリオに乗ってた頃につけたいなと思ったらつかなかったんです、やっぱつかないもんですか？そうですね、オープンカーとかは、うん、あのリアガラスの部分がですね、うん、どうしてもこう折りたたむ構造になってますので、うん、 ですね、そこにちょっとカメラはつけられない風になってます。まあもうこれは物理的にどうしようもない、はい、そうです。そこはごめんなさい、ちょっとあのまたこれも今後の製品の方でまたフォローできればと思います。そうですね、リアのまあいろいろね、いろんな車があって、あそこの蓋の部分がバカッて開いてからホロが入ってくるというようになると、またこれも動くから厄介だしな、いろいろ困るなと思うんですけど、まあなんかうまいことね、はい、まあそんな数売れるオープンカーも数売れてるわけじゃないですから難しいかもしれませんが、まあオープンカーでも後方カメラつけたいなというのは一つ私も思うところですね、トラックはつけれるんですか、これ？そうです、スマートレコシリーズは、うん、24V 電圧の車にも対応してますので、うん、トラックにも取り付けできます。あ、そうですか。トラックつけてる車は結構あるんですかね。そうですね、業務用車でですね、うん、トラックでつけられてる方も多くいらっしゃいます、うん、あ、そうですか、はい、で、キャンピングカー、はい、ホワイトハウスもキャンピングカーいっぱい売ってるんですが、はい、オープンカーほど難しくはないかもしれませんけれども、キャンピングカーでスマートレコはつけれますか？まあ、前はつけれると思うんですけど、リアカメラは。そうですね、キャンピングカーのですね、うん、まあ、特にリアガラスがないような車に対してですね、うん、フォローするようにですね、うん、WHSR53 に WPC という、うん、防水カメラ、リアカメラが防水カメラのタイプを用意させていただいてます。そのタイプで、それ外につける、外につけられます、はい、うん、それ外に、線はどうやってはわせるんですか？そうね、これ線がですね、うん、20メートル近くありますので、まあ、トラックでも正直つけれますので、はい、ですので、まあ、そういうリアカメラを外に、それ中からこう通して外に出すんですか？そういうふうにできますので、そのような、まあ、キャンピングカーでもちょっと大型のタイプですね、うんうんうん、でしたらその WPC というモデルが、それ今でも売ってるんですか？はい、今販売しておりますので、あんまりでもその普通の車にあんまつけないから今回はここには登場してくれないけれどもっていうことですね、はい、それオープンカーにはつかないんですか？うん、そうです、ちょっとカメラが大きいので、 あまり、まあ、つけれないことはないんですけど、うん、ちょっとおすすめができないかなと。見栄え的にはあまりということですね、はい、それちなみに防水じゃなくてカメラが外に来るっていうことは、はい、水滴なんかついて見えにくくならないんですか？そうですね、水滴とかもそのたまらないような構造になってますので、そうですか。で、当然防塵とかにも対応してますので、まあ、そういう外に置いて使っても大丈夫です。へ、はい、そういうも、スマートレコもございますので、うん、あ、そうですか、はい、ぜひご検討いただければと思います。いいですね、うん、なるほどね。私の質問はそんなところで、はい、ここから視聴者の皆さんからいただいたコメント、質問を、取り上げたいなと思うんですけれども、まずインスタグラムからいただきました、960新一さんって方からいただいたんですが、はい、コードレスのドライブレコーダーって開発できませんかと来てます。はい、そうですね、おそらく後方カメラとか他のカメラだと思うんですけれども、うんうん、このドライブレコーダーっていうのが、うん、画像を動画を撮るためにかなりこう電気を使うんですね。あ、そうですか、うん、ですのでもしそういうコードレスをやろうとすると、これ実際に普通のドライブレコーダーで使って、はい、出ているコードっていうのはもちろん電源のコードがまずありますね、はい、それから何が他にあるんですか？まあ、映像の線ですね。映像の線、こういうリアカメラの、リアカメラとフロントカメラをつなぐ 線がありますね、うんうん、でまあ、電源も、まあ、今1本でこういうふうにつながれるようになってるんですけれども、うん、このコードレスにしてしまうと、うん、どうしても電池を内蔵しないといけないので、そうですね、こんなちっちゃく進まない、まあ、できないんですね。ですのでちょっと今の、あとはその通信とかの安定性を確保するのもちょっと難しいと思うので、はい、何よりも豪華チャンネルのライブでもね、散々Wi-Fi でやったりいろいろやって、
不安定でしたもんね、線つなぎは全くトラブルなくなりましたもんね、これも全く同じようなところでしょうね、ですので、まだ現状では、線をつないで、とかをこうつなぐっていうのが、まだ当分は一般的になるかなと思います。世界中どこ探してもやっぱないですか、コードレスのドライブレコーダー。コードレスというか、単体で取るのはあるんですけれども、やっぱり電池式なんで、まあ、やっぱりそういう食いますよね、ちょっとあまり安定性的にはあまり完璧ではないのかなと思います。なるほどね、はい、という、お答えでありました、はい、続いて、これはもうライブの常連さんの赤木さん、高校生の方ですが、はい、ツイッターからいただきました、はい、モニターありとなしのメリットとデメリットは何ですかということで、今私はドライブレコーダー詳しくないのであれなんですが、ディスプレイのないドライブレコーダーってあるんですか、まだ売ってるメーカーもあるんですか。そうですね、業務用とかではあるかもしれないですね。なるほど、はい、でも一般的にはもうだいぶ減ってきたと。そうですね、はい、でまあモニターまず ないのはメリットってあります。そうですね、これはまあ初代のスマートレコなんですね。そうですね、まあやっぱり筐体が小さくできるんで、まあ、スリムになる、スリムです、ね、あまり目立たなくできるっていうメリットはあります、なるほど。でデメリットなんですけども、これはちょっと実際に使うケースなんですけれども、例えばもし事故があったりした時に、こう映像をその場で見れないと、やはり警察の事情聴取とかでですね、どうしてもこう不利になってしまったりですとか、またその場でやっぱ見るのが一番、第三者含めて見るっていうのが一番確実な方法なんですね。ですので私たちは画面付きで、なおかつ操作が簡単なタッチパネルを使っております、ちなみにこの頃はどういうふうにして映像を見てたわけですか。この初代の頃は、初代とかアーバンの頃、ネオの頃はこれパソコンでしか見れなかったんですよ、なのでちょっと手間がかかっていたというのがあります、なるほど。もうで、今はこれがついているのが当たり前なんですが、モニターなしのメリットデメリットはモニターありのメリットデメリットにはなってくるわけですかね、今の話で ね、はい、そういうことですね。はい、赤木さん分かりましたか。そんなところです。続いていただいたのが、ヤソガメモナカ君、この後も、豪華チャンネルライブの、常連さんで、これツイッターからいただいたんですが、中学生の方で、この間高校受かりましたから、もうすぐ高校生なんですが、まず前のモデルのスマートレコと変わったところを教えてほしいですということでいただいたんですが、これは前回ご紹介したこの610の特集の回をもう一回見ていただくのがいいかなと思うんですが、とにかく非常にいろいろありましたね。もう忘れちゃったけど、画面のインチが 2.4 インチから3インチになって、タッチパネルがフリック操作になって、 SD、 これが大きいって言ってましたね、SD カードの寿命のお知らせ何パーセントっていうのが出るっていうのが珍しかったり、ファイルの暗号化、メモリーキーパー、駐車監視の長時間モードのタイムラプス、とか、そんなのがあるということですね。はい、ガス以外にも、そういう、なんでしょうね、安定して使うための機能が非常にたくさん追加されてます、なるほどね、はい、でまだモナカ君いっぱいもらいまして、まず、夜間でどれくらい前と後ろが見えるのか、そうですね、そうです、これはぜひこの後映像を見ていただいてですね、ちょっと実際の私が撮った映像をちょっと見ていただければと思います、これは610の610の、映像スタービスというものを、じゃあ見ていただいて、これで何メーター先とかそこまでは分かんないんですかね。何メーター先、天候によっても違いますからね、天候とかにもあるんで、ちょっと何パターンか見ていただいて、じゃあそれ映像を、映像見てみてちょっと参考にしていただければと思います。はい、はい、で続いてですが、まだモナカさんなんですけれども、ずっとモニターをつけっぱなしにしておいたらどれくらいで液晶はダメになるのか。そうで、これはですね、当然ずっとつけっぱなししたら液晶っていうのはやっぱり劣化とか、なんか故障の原因にはなるんですね、でこれ前のモデルでしたら、3分まで消えてましたよね。消えてたんですけど、この今の今回からそう610がつけっぱなしもできるようになりましたので、何時間まで持つかっていうのはちょっとお答えはできないんですけども、非常に耐久度は上がりましたんで、普通に使う分には問題ないかと。それはでも何が変わって耐久度が上がったんですか。そうですね、静電容量のタッチパネルになって、もうちょっと中も全部変わってます、もう完全に別物になりまして、新しい世代のタッチパネルになっております、なるほどね。どれくらいでっていうのは分からないもんですか。そうです、これはちょっとごめんなさい、企業秘密なので、企業秘密お答えできないです。それはすいません、はい、
では続いて、この方もライブの常連さん、KN さん、はい、KN さんはつい、先々週、はい、あの DS 岐阜でスマートレコをもう購入していただいた方ですよ、はい、ありがとうございますありがとうございます。本当はスマートレコの特集を早くやってほしいと言われてて、それやる前に、ご購入いただいちゃったんですが、はい、ツイッターからいただきました、はい、撮った映像は SD カードに保存されると思いますが、映像を見るにはスマホで見ることはできますか、 Bluetooth などで。なるほど、そうですね、はい、そうですね、実はこれ現状ですね、うん、スマートレコの映像を見るには、はい、この本体か、うん、もしくはパソコンの専用ビューワーで見ていただく形になります、うんうん、これ理由はですね、はい、本体の映像の中に、はい、GPS のデータですとか、はい、あとは G センサーの、衝撃のデータですとか、うんうん、をこう埋め込みますので、うん、ちょっと特殊なフォーマットになってます。そんな簡単にスマホで見えるようなもんじゃなくて、いろんな情報が詰まってるわけですね。そうです、詰まってるので、はい、恐縮なんですけども、はい、ちょっとスマホでは今見れない状態です、うんうん、ただ、うん、これ他の実はKN さん以外にもですね、うん、非常にたくさんお声いただいてますので、うん、まあ、将来的にはそのスマホアプリで、うん、見れるような、うん、ことができないかというのは考えております。考えてるんですね。これ Bluetooth などでって書いてある、 Bluetooth でそんなにいけるもんなんですか。 Bluetooth とかあとは Wi-Fi とかで、ね、まあ、いろんな方針があるんですけども、できますか、はい、それは今、まあ、その何でしょうね、これからの開発の、うん、重要なところになってますので、うん、ちょっとごめんなさい、現状ではできないんですけど、うん、ちょっと将来になりますので頑張るよと、ちょっと、はい、そういうところでございます。そういうことですね、はい、はい、ありがとうございます。では続いて、もう一個ツイッターからいただきましたけども、はい、ハヤドさんと読みすればいいのかな、ちょっと読み方が分からないんですけれども、はい、HAYD さん、はい、駐車監視モードを重宝したいもののバッテリー上がりが気になりますと、はい、他社のように携帯から見られるか、前後接近警報、GPS を利用した運転注意アナウンスはありますか。あと YouTube の新製品紹介が短すぎるので、もっと機能説明等々動画を投稿していくってありますか。ずいぶん具体的な、はい、詳しい方ですね、この方ね、はいはい、まずは、バッテリー上がりが気になるんだけれどもっていうところどうですか、はい、そうですね、スマートレコ確かに駐車監視中も、はい、こうバッテリーの車のバッテリーの電気を使って駐車監視しますので、うん、やはりある程度こう上がり気になるのが、うん、まあ、当然だと思います、うんうんうん、で、スマートレコはタッチパネルでこう遮断時間とか電圧をすぐ変えれますので、はいはい、なるべく気になる方は、うん、電圧を高めにして使ってください、うんうん、あとは時間も、短めにするとか、あとはこまめに駐車監視をオンオフしていただけましたら、うんうん、バッテリーの、上がりのリスクは非常に低くなります、うんうん、その電圧を決めとくっていうのはもう昔からやってることなんですか。そうね、デフォルトは 11.9V になってますけれども、うんうん、これを上げたり下げたりできますので、うん、それはこの頃からこの頃がついてます。ついてたんですか、はい、ちなみに私はもう、実はこのスマートレコを最初つけたのがシトロエンの DS3 のカブリオで、その後イボークにつけて XE につけて今 V60 のクロスカントリーなんですが、うん、1回もバッテリー上がったことありません、ですから、まあ何ボルトに設定してるか知りませんけども、問題はないかなとは思いますね。そうですね、うん、まあ、バッテリー上がり、まあ、ちょっと宣伝になってしまうんですけども、もともとの今の車自体が、うん、まあ、電装品が増えて、うん、バッテリー上がりやすくなっているのは確かですので、はい、まあ、弊社が発売しているシーテックの充電器などを活用していただければ、はい、より安心に使うことが、お車を使うことができます。宣伝をされましたね、今ね動画もありますので、またご覧いただければ。田村さんはドライブレコーダーだけじゃなくて、そのシーデックっていうのも担当されてるんですから、はい、その、アピールもされてましたけれども、ちなみにこの質問は、ツイッターから船太郎さんもいただいておりまして、バッテリー上がりはしますか、週末しか乗りませんと。この週末しか乗りませんっていうところからしても、まあ、その電圧をちゃんと気にしときゃいいよね、そうですね、船太郎さんみたいに、うん、週末乗るタイプの方でしたら、うん、まあ、普段は駐車監視をオフにしていただいて、うん、まあ、出かける時だけオンにして使っていただいてっていうで、まあ、なるべく駐車監視使わないような、うん、設定使い方をしていただければ安心かと思います、うん、駐車監視っていうのはどれでオンオフするかっていうのをちょっと田村さんにやってもらいましょう、はい、ここが P オンになっていれば駐車監視になります、うん、で機種によって操作が違うんですけれど、うん、はい、この、ボタンを長押ししていただくと、うん、で今オフになります、はいはいはい、これでエンジンを切れば、うん、駐車監視は
せずにそのまま、うん、シャットダウンをします。あ、なるほど。でその後あのエンジンかければまた普通に常時録画が始まりますので、はい、あ、そうなんですか。もちろんもちろん、しなくていいんですか。はい、しなくていいんで、あ、まあ、このようにちょっと使っていただければと思います、うん、なるほど。それ私の持っているものはこの横のサイドのボタンで駐車監視のオンオフがこれできましたけどね。そうですね、ね、いろんなちょっと機種によって違うので、違うわけですね、はい、説明書をご覧ください。ご覧ください。はい、続いてなんですが、まだ、HAYD さんなんですけれどもね、うん、前後接近警報、うん、これどうですか。そうですね、正直ですね、うん、いろいろ弊社でも研究してるんですけれども、うん、どうしても車の車種とかにもいろんな車種があってですね、うん、そうですね、なかなかこうセンサー利用した何でしょうね、接近警報だったり、うん、また例えばブレーキの警報というのは非常に難しくて、はい、なかなか実用に至らないというのが、うん、正直です、うん、ですので、まあ、私たちの製品スマートレコは、うん、そういうものはついていないんですけれども、うんうん、まあ、もしお車お乗り今の、まあ、車についているものが一番、うん、安全ですの で、まあ、そうですね、ちょっと車の方でやっていただくという、うんうん、スタンスでございます。まあ、私もそう思いますね。やっぱり車によって、うん、ボンネットの中でも違うし、うん、でどうしてもそのカメラって西日だったらまた認知 しにくかったりとかいうのがあって、車 そのついてる衝突被害軽減ブレーキだって うまくいかない時があるわけで、それだったらば後付けのものはもっとこ うまく判断できるか分からない場面というのがあるわけですからね。まあドライブレコーダーはドライブレコーダーに特化した方が私もいいんじゃないかなとは思っています。はいはい、それから GPS を利用した運転注意アナウンスはありますかというのは、これは要は速度出しすぎですよとかそういうことですかね。うん、そうですね、はい、それでこれもごめんなさい、ちょっと GPS を利用した、うん、そういうアナウンスとかできないんで、うん、まあ、ナビだったり、まあ、レーダー探知機とかを使っていただいた方が、うん、専門機を使っていただいた方が良いですね。ちょっといろいろ盛り込むことはできるんだと思う。これは別にやろうとも簡単にできそうですね。できるんですけども、うん、まあ、あまり中途半端なものは入れられないんで、うん、ちょっとご理解いただければと思います。そうですね、うん、まあそれは注意されるのを待つんじゃなくて、自分から戒めて運転なさるのも大事なんじゃないかなと私は思っています。それから YouTube の 新製品紹介が短すぎるって書かれてます。これどういうのですかね。ね、YouTube で新製品紹介してますか。そうですね、ちょっとこれ調べますので、また今回の610の、はい、豪華チャンネル の回が非常に参考になると思いますので、うん、ちょっとそちらもまたご覧いただければと思います。ぜひご覧ください。はい、で、まだコメント、質問は来てましてね、これ YouTube でいただきました。亀鶴太郎さん、この方、はい、WHSR510 っていうと これですね、うん、WH510 とオプションのバックカメラ、多分このリアのカメラだと思いますが、を2020年6月に新車で買ったプジョー 508SW に取り付けていくと。いいね、508SW、ありがとうございます。最近アイドリングストップがされなくなりました。うん、ネットで検索すると駐車監視モードによりバッテリーが弱くなっているのが原因かもしれないとのこと。はい、そのため今は駐車監視モードはオフで使用していると。うん、実際のところ駐車監視モードにおけるバッテリーの消耗についてはどうなんでしょうか。あと駐車監視モードをオンにして駐車した際、次に乗車するとき必ず駐車監視モード中に衝撃を感知しましたとアナウンスがあります。サポートに問い合わせされたそうですが、サポートに問い合わせすると、ほとんどの場合、ある条件を満たすとドアを開け閉めして際の衝撃を感知、記録してしまうとのこと。1分仕様の改定とソフトウェアのアップデートを行う予定はありませんかと、非常に熱心な、コメントをいただいているんですが、まず、はい、アイドリングストップがされなくなっちゃったっていうのは、これバッテリーが弱くなって、駐車監視モードによりバッテリーが弱くなっているからなんですか。そうです、まあ、これも非常によくいただくお声で、うん、まあ、確かに、まあ、ちょっとご使用のシチュエーションがわからないんですけれども、まあ、確かに駐車監視使っていると、うん、まあ、先ほど言った通り電気使ってしまいますので、はい、やはりこまめに今使っていただいているんですけど、うん、こまめにオンオフしていただくのが一番なんですね。うん、であとは、まあ、やっぱりバッテリーが弱っていたらですね、うん、まあ、シーテックなのでちょっと充電していただくのが、うん、一番良いのかなと思います。うん、はい、うん、なるほどね。それから、だからバッテリーはやっぱり消耗しちゃうということ、消耗はするけれども、はい、そういうリスクはあります。うん、でもバッテリーが上がるってことはさっきも申し上げた通り、まあ、めったにないということですね。はい、で、
駐車監視モードをオンにして駐車したときに、駐車監視モード中に衝撃を感知しましたとアナウンスがされる、はい、そうですね、はい、これ、はい、おそらくドアの開け閉めを感知して、うん、揺れる、ね、揺れて、うん、あのアナウンスが出てるんですけど、私も出ます。そうですね、はい、まずは設定でですね、うん、感度低中高から変えれますので、うん、まずもしやられてたらちょっと申し訳ないんですけども、うん、一回低にしてください。はい、で、まあ、そうですね、これドアをスマートエコのこの5.0ですと、うん、ドアのエンジン止めてから1分以内の、うん、衝撃は、ドアの開け閉めと判断して、うん、案内はしないんですけど、それ以降過ぎてる時に開け閉めとかドアのあとゲート上げたりするとこう振動してしまうので、それはこれちょっと使用なんです。そうですか。1分間はなんか衝撃があっても言わないわけですね。録画はされてるんですけど、うん、案内はしないです。これでも多分ここで亀鶴太郎さんが言われているのは、1分仕様の改定とソフトウェアのアップデートを行う予定はありませんかということなの で、 そうです、ね、これがもうちょっと長いといいなということじゃないですか。そうですね、でこれ別に簡単でしょ。これなんですけども、ちょっと実はですね、うん、この設定っていうのをこうパソコンのビューアーで設定する形になるので、うん、実はちょっと両方更新しないといけないんで、うん、ちょっと実は510の方に関しては少しちょっと今のところ開発はちょっともうすでに終了してるんですね。でただこの610の方は、うん、変更ができますので。ここでできるんですか。ここではできないんですけど、パソコンのビューアーでできます。1分3分5分で選べますので、ちょっともしあまりに気になるようでしたら、うん、こちらの610の、まあ、ちょっとお取り替えとかを検討していただければと思います。うん、それ何分単分何分がやる。135です、ね、135、はい、これこっちで簡単に変えるわけにいかないですか。そうです、これちょっと難しいんですか。タッチパネルの OS も、うんうん、もうかなり厳選して絞ってるんで、うん、あまり使わない設定とかは、うん、ビューアーの方で設定するようになってるんです。じゃあもう私は視聴者の見方でもあるものですから要望を言うならば、はい、1分3分5分なんて言わず自分で分が設定できるといいですね。分と秒がね。そうですね。それも難しいですか。はい、そうです。そこもちょっと実は難しかったりするんです、ね、ただそういう声は、うん、まあ、いただいてますので、うん、まあ、ちょっと今後の製品の開発のところで、うん、活かしたいと思いますので、うん、よろしくお願いいたします。デフォルトでは1分デフォルト 1分510は1分で固定、うんうん、610の方は変更ができます。デフォルトでは1分になっているんですね、はい、それが3分5分も選ぶということですね、はい、なるほどということなんですね。ちょっと510だと難しいかなというようなお話でありました。はい、続いてもう一つ、YouTube の投稿欄にコメントいただきました、五代丹前さんとお読みするんでしょうか、6年ほど前に取り付けた200万画素の HD ドライブレコーダーですが、6年前っていうと、アーバンかな、まあ、ぐらいの世代ですかね、はい、スマホやデジカメで撮った動画、あ、これはでもあれか、スマレコとは書いてないですね、うん、他のメーカーかもしれません。6年ほど前に取り付けた200万画素の HD ドライブレコーダーですが、スマホやデジカメで撮った動画と比べると画質が荒いです、うん、近年のドライブレコーダーの画質はスマホ等で撮った動画と比べたとき、どの程度解像度が違うのか知りたいです。どうですか。なるほど。そうですね、200万画素の HD ドライブレコーダーだと、うん、確かに画質はデジカメとかですとフルハイビジョン以上で撮れたりするので、うんうん、まあ、1枚絵としては荒いと思います、はい、で近年のドラレコの画質は確かに上がってるんですけれども、うん、ちょっとスマホとドラレコのカメラの違いということで、うんうん、ドライブレコーダーは、うん、まあ、基本的に広角で撮るようになっているので、はい、ちょっとスマホとのカメラのちょっと比較というのはできないんですね、うんうん、まあ、使う用途も違いますしね。そうですね、うんうん、ですので、まあ、ちょっと、まあ、1枚こう撮るだけだったら正直スマホの方が綺麗なんですけれども、うん、はい、ただやっぱり画角とかも狭いので、うん、運転の、こう記録としては、うん、まあ、ドライブレコーダーの、まあ、画角と、うん、まあ、あとは画質も今いろいろ 4K とか出てるんですけれども、うん、まあ、画質上げる分カードの容量を食ってしまってですよ、ね、また時間が取れない時間残せないっていう風なものもどうしてもバランスが出てきてしまうので、うん、はい、ちょっとまだそういう画質が発展する余地はあるとは思います。うん、なるほどね、はい、まあ
ね、本当綺麗なのはいいんですが、揚力っちゃうのが本当大変なんで、そうですね、それは確かに思うところですね。で、最後の、ご質問なんですが、のりやらさん、もうのりやらさんはね、豪華チャンネルのライブではもう常連さんで、はい、ユーザーですといただいてますが、はい、ツイッターでいただいて、ありがとうございます。あのオートプライトで車ご購入いただいたのりやらさんなんですが、実はあのこののりやらさんは私がまあ実際にまあ接客していく中で V60 をご購入いただいたんですけれどもね、はい、まあ、一回こういうコメント見ます。はい、ユーザーです。360度というのもある中で、あえてスマートレコでは2つのカメラというところのメリットのようなものがあれば教えてくださいということなんですが、実はね、私最初あのノリアラさんも車ご購入はいただいたんですが、ドライブレコーダーはあの知り合いの方がその360度のドライブレコーダーあのいいのあるよって言われてるから、それつける予定なんですというふうな話をされてて、あ、そうですか、まあ残念ですけれども、まあしょうがないですねというような話だったんですが、書いてある通り最終的にはスマートレコをつけてくださったんですよ。ありがとうございます。でもやっぱり360度っていうのがスマートレコではないのはなんでかなっていう、疑問だと思うんですね。これについてちょっと田村さん、ね、教えてください。はい、あのまあ、360度型のカメラ、あのドライブレコーダーというのを、はい、まあ、今あの結構いろんなメーカーさんも出してらっしゃるんですけど、うん、まあ、私たちが一番重視するのは、うん、まあ、解像度といいますか、うん、やっぱりきちんとこう記録するということなんですね。はい、で360度 の, あの良さっていうのはやっぱり一つのカメラでこう、うん、まあ、周りを映せるっていうメリットはあるんですけれども、はい、まあ、何でしょうね、運転手とか、あとはまあ後ろの席にも人が乗っていたりとかしたらですね、うん、どうしてもあの、まあ、撮れる範囲が短くなってしまう。360度のいろいろあるんですけれども、うん、あとはあれ360度っていうのも前のフロントガラスに大体つけるわけですか。大体つけます。 あとは、まあ、360度 の, そのどうしてもレンズの特性として歪みができてしまうので、はい、あの何でしょうね、遠いところとかでどうしても画質のこう歪みみたいなのが出てきてしまうんですね。でその時、あとそういう時の、まあ、証拠として、うん、まあ、ちょっと弱くなってしまうと思ってまして、うん、まあ、私たちは前と後ろで、うん、まあ、フルハイビジョン、ハイビジョンっていうので、はい、撮るような、うん、あの仕組みになってます。だってね、今最近の車ってルームミラーが後席の人の頭とか荷物で見えなくなるからいけないって言って、後ろにこんなカメラつけてですね、ルームミラーにその映像を映し出しているぐらいですから、やっぱ後方視界とか、後ろの車をしっかり撮ろうと思えば絶対後ろの窓にこれをつけた方がよく映るわけですもん ね, ね,、はい、ね、ですからやっぱり360度だと中から、その後ろを撮ってたら後ろに乗ってる人とか荷物で後ろの車なんかとてもじゃないけど映らない可能性は多々あるわけで、はい、それは私もねずっとそれを思ってて、うん、こっちの方がこれは別にあのひいきしてるわけじゃないんですが、絶対こっちの方が理にかなってるなというのは思ってます。はい、うん、だから360台もうスマレコとしてはあまりやる考えはないわけですよね。そういうことですね。まあ、メリット、まあ、デメリットそういうのありますので、うん、そこを踏まえて、まあ、うん、あの選択していただくのが、ね、良いかと思います。でもやっぱり後ろと煽りとかそういうのをしっかり取るんだったらば、やっぱこっちの方がやっぱ後ろの方が、うん、はい、あのいいというようなことですね。はい、うん、というふうに視聴者の皆さんどうでしたかね。ちょっと今回はね、あの時間があまりなくて、大急ぎで、質問を募集したもんですから、まあ、こんなところになりましたけれども、疑問は解いていただくことはできましたでしょうか。ね、田村さんどうでした。なんかやっぱこういう質問をお持ちなんだなっていうのは見えてきますよね。あ、そうです ね, ね、はい、あのまあ、ドライブレコーダー、まあ、駐車監視をスマートレコって売りにしてるんで、うん、やっぱりこうバッテリーに関するその心配っていうのは、はい、ああ、まあ、もうずっとそういうことこれもやっぱ10年ぐらい続いてた、うん、あの、まあ、テーマになりまして、うんうん、まあ、当然あの、まあ、私たちはまあ CTEC とかも販売してるんですけども、はい、まあ、スマートレコのまあいろいろ方策でですね、方策によってまあスターターバッテリーをまあなるべく上げないようにするっていうことも当然あの考えて日々研究開発やっておりますので、またあの今610出たばっかりですけど、また次の製品とかでまた皆様のご期待に添えるような製品をあの発表していきますので、またあのこれからもちょっと応援していただければと思います。うん、もう次のに手つけてるんですね。まあまあどうですかね、まあ、いろいろ皆さん考えてあの他のメーカーさんもですね、うん、考えてらっしゃると思いますので、うん、あの
まあ、私たちも、まあ、買ってくれた方が、うん、あの満足していただけるような製品作りを、うん、はい、今後も続けていきたいと思います。うん、そうですね。いや、何よりあの 前というか最初にこのドライブレコーダースマートレコーを取り上げた時は、まあ、残念ながらあんまり見てくださることがいなくて、まあ、登録者ももちろん少なかったんですけれども、やっぱりまだドライブレコーダーがこれから増えてくるような時だったので、あんまり知名度が少なかったんですが、今回は本当にこの2日ぐらいでどれぐらいその質問来るかなと思ったら、意外にこういただいたもんですからね、やっぱり皆さんがドライブレコーダーに対する重要性をかなり認識してらっしゃるんじゃないかなというふうに私も思いましたから、まあ、これから今回だいぶいろんな機能ついてびっくりしましたけれども、これからもさらに期待することを楽しみにしてますので、はい、田村さん頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、NSX でいろいろ楽しみながら、はい、日々励んでいただきますようお願いします。はい、ということで、今回は、豪華チャンネル、長編になりましたね、ドライブレコーダースマートレコの特集をしてまいりました。本当田村さん長い時間ありがとうございました。はい、また何か新しいの出たら出てくださいね。はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあまた次の動画で皆さんお会いいたしましょう。